こんにちは、永田です。髪を染めましたよ。ちょっとね、赤毛、かなり赤毛っぽく染めていただきました。ちょっとこれからお買い物をしようと思っているので、買ったものをまた紹介させてください。本当一人で喋ってるの恥ずかしい。ではまた。はい、お家に帰ってきました。ちょっとね、外で見る感じとお家で見る感じはまた雰囲気変わって見えるかなっていう感じはするんですが、結構赤オレンジっぽく染めていただきました。でね、この辺はやっぱりブリーチしてないので、すぐプリンが目立つ感じにはなってくるかなと思うんですけど、一応ね、わざとこの辺黒っぽく残してるというスタイルでやっていこうと思っております。はい。でこれだけだと、まあ、動画ちょっとつまんないかなと思ったので、なんか斜めってる？はい、これだけじゃちょっとつまんないかなと思ったので、お買い物コスメをね、久々に買ったんですよ。なんか最近これが欲しいみたいなのを売り切れてることが多くて、なかなか買えてなかったので、買ってきたものをご紹介していこうと思います。まず最初にプチプラアイテムなんですけど、こちらキャンメイクのパーフェクトスタイリストアイズ19番。実はね、これ今日使ってるんですよ。こんな感じ、こんな感じで、すっごいラメ感が綺麗で、こうかな、この3色を使いました。下まぶたにこれのせようかなと思ったんですけど、下まぶたにここの色のせたら、私の場合顔がくすんで見えちゃいそうだなと思ったので、こことここを混ぜて下まぶたにのせましたね。すごい可愛いので、これを使ったメイク動画も出させてください。はいはい。でそして次、こちら3で購入したんですけど、3 私去年今年忘れちゃったんですけど、シマリンググローデュオを買ったことがあるんですけど、なんか家に帰ってきたらシマリンググローデュオがショッパーの中にない、紙袋の中に入ってないっていう、すごい神隠しが起きて、でそこからシマリンググローデュオ欲しいのに、なんか買うのがもったいないような気がしていて買っていなかったんですが、ついに購入しました。3のシマリンググローデュオ02番。01番にするか02番にするかすごく迷ったんですけど、こっちのカラーを私はチークとかじゃなくってアイシャドウとして使いたいなと思ったので02番にしました。でこっちのハイライトのカラーは1番でも2番でも大した差はないですって言われたので2番にしました。はい、これもね、使うのが楽しみです。今もうちょっとね、顔がテカっちゃってるので、ハイライトのせたらテカテカってなっちゃいそうなのでつけないんですが、これも使うのが楽しみです。はい、NARS で購入してきました。 NARS でリップを2つ購入したんですけど、 NARS のオーディシャスリップスティック9497番、こんな感じのカラーですね。こんな感じ、マックのチリに似てるかもしれないけど、すごく可愛い色です。でこれをタッチアップをお願いした時に対応してくださったお姉さんが、これに合わせて、これはセミマットの仕上がりなので合わせるグロスをもし合わせるならこれが相性いいですよって紹介してくれたのがこれです。リップグロス N の5695番。すごい可愛い色ですよね。この感じだけでも可愛い、こんな感じ、単体でも可愛いし重ねてもすごい可愛いです。感じ、半分重ねて雰囲気がね、若干くすむんですよね。唇にのせてないから分かりにくいかもしれないんですけど、すごく可愛かったです。なので2点買いました。いやー、これらを使ってメイクするのが本当に楽しみです。新しい髪色になったし、新しいコスメも買ったし、新しいお洋服は買ってないんですが、すごいウキウキした気持ちになっています。はい。で髪もね、一応切ったんですけど、この辺を少し揃えてもらうのと、あと後ろを見せてくださいってよく言われるので、お見せするとこんな感じ、わかるかな、横はこんな感じ、後ろはこんな感じです。はい、あれ頭切れてた、大丈夫かな。はい、こんな感じで伝われば嬉しいです。いつも美容室行った後は写真を撮っていただいてるので、その写真もインスタグラムに
載せる予定なので、よかったらそちらも見てみてください。はい、では以上です。今回は新しいヘアスタイルのご紹介と、最近買ってきたコスメをご紹介させていただきました。今回も最後まで見てくださってありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価、Twitter、Instagram のフォローもお待ちしております。永田でした。前回の動画で気になるコスメとして話していたディオールのアイシャドウは売り切れてました。